時間となりましたのでご案内を開始いたします。本日はお暑い中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。本日ですね、第25回 AI 美芸研、S 氏がもし AI 作曲家に大作させていたとしたら1を開催いたします。まず私どもスタッフより、本日の進行とご注意いただきたい点をご案内申し上げます。まず最初のお知らせですが、受付に、お名前とメールアドレスをお書きいただく、紙を用意しております。もしくはお名刺を頂戴しております。まだお済みでない方がいらっしゃいましたら、当会から引き続きご案内をさせていただきたく思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。引き続き休憩時間などにご協力をお願いしたいと思います。それから化粧室についてでございますが、後方に1箇所ございます。でこれが当会1階とそれから上の2階も使わせていただきますので、ご利用の際には、そちらをご利用くださいませ。そして、休憩時間にはですね、会場、この画面を向かって左側に、このインマヌエル、中目黒キリスト教会からお茶をご用意いただいておりますので、よろしければ、休憩時間にご利用くださいませ。また通りに出ますと、少ししたところに自動販売機などもございますので、暑いので、水分補給など、していただきたく、存じます。それから休憩の際にですが、おタバコをお吸いになりたい方は、この敷地内には喫煙所はございませんが、通りのハス向かい、この方角でございますが、すぐそこに、美容室がございまして、で、そちらで、灰皿をお使いいただくことができますから、そちらをご利用くださいませ。コンテナの脇、展示会場のすぐ横でございます。で、それから、また、会員のですね、この会員に関して、不当な、妨害に相当すると、判断される発言などに対しては、主催者権限で中止を、要請する場合がございますので、あらかじめご承知おきくださいませ。じゃ本日の進行についてご案内申し上げます。会場、そちらの方角にですね、式次第がございますが、そちらもご確認をお願いいたします。この後5分いただきまして、当 AI 美芸研から開会挨拶をいたします。その後、中澤秀樹から小講演を15分いたします。質疑に5分時間をいただきまして、大村秀文先生から講演を45分させていただきます。15分間の休憩を経まして、15時40分から片山森秀先生の講演に移ります。で、その後やはり10分質疑を挟みまして、16時35分から全体討論をいたします。で、17時20分からですね、失礼いたしました。17時20分頃に、閉会のご挨拶の予定となっております。で、なお本日終了後にですね、登壇者の先生をお囲みする懇親会を開催を予定しておりまして、で、この近くの居酒屋となりますが、皆様には、ご参加をいただきたく思います。実費でのご負担とはなりますが、貴重な機会でございますので、お足をお運びくださいませ。なお、事前に、参加人数も確認をさせていただいておりますので、ご希望の方でまだお申し出でない方は、その後、受け付けておりますので、ご承知をくださいませ。最後のご案内ですが、当会はこの会場の様子を常時 YouTube ライブで配信をしておりますほか、Twitter での実況を行っております。で、このタイピング音がお気にかかられる方もいらっしゃるかとも思いますが、当会の方針でございますので、どうかご承知を聞いていただければと思います。で、改めて私が司会を務めさせていただく友坂明則と申します。拙い司会ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者より開会のご挨拶を申し上げます。AI 美芸研の発起人代表である美術家中澤秀樹よりお話をさせていただきます。中澤と草刈からご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。美術家で AI 美芸研代表の中澤秀樹と、企画の草刈美香です。はい、本日はお暑い中、このオアシスホールという名前なんですけど、ここの場所が、そういう涼しそうな名前の場所にですね、お集まりくださいましてありがとうございます。AI 美芸研からの、ご挨拶と称し、開会の挨拶ですね。開会の挨拶と称しまして、数分間お時間を頂戴しまして、当研究会、
あとそれから開催中の展覧会、それ本日のプログラムについて、簡単に述べさせていただきます。まずですね、AI 美芸研というものは、人工知能美学芸術研究会の略称でございます。3年前、アルファ号という囲碁の人工知能プログラムが、世界トップ棋士のイセドルを打ち負かした事件をきっかけとして、2016年4月25日、美術家の中澤秀樹、私ですけれども、人工知能美学芸術宣言を起草。5月1日には、企画の草刈りも含めたですね、29名の共同発起人とともに、人工知能美学芸術研究会というグループを発足しました。そしてそれ以降、同じ名前の人工知能美学芸術研究会というミーティングですね。まあ、研究会、グループとミーティングの両方の意味がありますけど、まあ、それを 1.5 ヶ月に近いくらいの割合で開催しております。当グループはミーティング以外の活動も行っております。2017年11月から2018年1月にかけて、人工知能美学芸術展を沖縄科学技術大学院大学で開催しました。こちらがその展覧会のパンフレットになりますね。皆様のお手元にお配りしてあるかと思います。AI と美学を大体的に、歌った総合的な芸術展としては世界初かという感じです。世界初でした。で、また2018年1月1日にですね、刊行された人工知能、学会誌にて、AI と美学芸術という特集を担当し、表紙も、制作しました。それの画像は、こちらですね。あれ？出ない。出た。はい。こちらですね。これです。はい。こちらがその表紙となります。紙の雑誌はすぐ売り切れましたが、Kindle 版はご購入可能です。そして現在、ザ・コンテイナーという文字通りコンテナの中を展示スペースとしたギャラリーで AI 美芸展 S 氏がもし AI 作曲家に作曲させていたとしたらを展示中で、開催中でございます。ギャラリーから展覧会のカタログが出ております。本日ここにも持ってきており、受付の横で販売しております。すでにご購入いただいた方もありがとうございます。そしてこの展覧会の関連企画としてですね、本日第25回 AI 美芸研を開催いたします。大村秀文さんと片山森秀さんからご講演をいただき、私、中澤も、小講演を行います。中澤は秀樹なので、三人秀がいる状態ですね。その後ですね、ご参加の皆様も交えた全体討論で盛り上がる予定ですね。はい。で、当研究会終了後は、お近くの店にて、登壇者をお囲みする懇親会がございますので、よろしければ皆様ぜひご参加ください。こちらは今回の研究会のために制作したポスターです。この研究会の会場となった教会、まあ、ここですけど、ここの掲示板にも貼り出していただきました。この場を借りて御礼申し上げます。で、今回の会場についてご説明します。インマヌエル中目黒キリスト教会は、プロテスタントのメソジスト派の教会で70年の歴史があります。AI 美芸研展が開催されているザ・コンテイナーの真向かいに位置しているため、ぜひ、使わせてくださいませんかとご相談、差し上げたところですね、役員会でご許可をいただきました。ありがとうございます。今私たちがいる場所は、オアシスホールという名称ですけれども、ここからすぐ、まあ、そこの、ドアのところから出て、向かいなんですけど、まあ、そこにザ・コンテイナーの入っているブロス東京というヘアサロンが、見えると思います。これですね。こちらはこの教会を向こうの外から、こう見た状態ですけれども、道を隔てて反対側にブロス東京というヘアサロンがあります。ちなみにその隣は今年の春にオープンした東京音楽大学中目黒、大観山キャンバスになります。で、そのブロス東京の中にザ・コンテナというギャラリーがあります。もうご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、まだの方はぜひ休憩時間や、懇親会の前の時間などにお立ち寄りいただければと思います。ちなみに前回の第24回 AI 美芸研もヨドバシ教会というプロテスタント教会で開催しました。前回はテーマが宗教だったので教会での開催としましたが、今回のテーマは音楽です。まあ、一見、
無関係のように思われるかもしれませんが、実は礼拝で歌われる賛美歌など宗教と音楽は密接な関係がございます。またこの度の展覧会で扱っている内容にも、宗教的要素が含まれております。本日この後の展開をご期待いただければと思います。最後にですね、ホームページの紹介をいたします。こちらですね、お手持ちの、スマホなどで AB 経験と入れて検索していただければ、すぐに公式サイトが出てくると思います。Twitter とか Facebook からも行けると思います。公式サイトのホーム画面になります。で、こちらは公式サイト内にある今回の展覧会のページです。展覧会コンセプトなどをお読みいただくことができます。英訳もございます。で、今回の研究会の方のページですね。で、大村先生、片山先生、東海中澤の講演内容や紹介テキストが掲載されております。ぜひ参照してください。また先ほど司会から説明があったように、Twitter ではハッシュタグ AI 美経験で実況がなされており、皆様からの投稿も歓迎いたします。それではこれらをもちましてですね、AI 美経験のご挨拶を終えさせていただきます。どうもありがとうございました。